どう？マジで？こんにちは、ケイダーです。今日はチョイスガチャ引いていくんですけど、5日間の分ね、まとめて引いていきたいと思いますので、多分今日が1日目というふうになっております。多分全てのガチャを2人でガチャると思うんですけども、僕の端末ちょっと2つしかないんで、あとの3日間はちょっと友達にね、協力してもらおうかなと思います。ではやっていくんですけど、まあ僕未所持のキャラが、この中だったら背徳と、聖王母と、メタトロン、月霊なんで、闇属性だけちょっと2体少ないんですよ。それ以外全部持ってるんで、今回は闇属性でいこうかなと思います。はい。両方とも闇属性ですね。じゃあ行きます。こういう系のガチャって大体ね、確率 12% だと思うんですけど、どうなんでしょうかね。ではこれでいこうと思います。いきましょう。まあこの辺はあれと一緒ですね。6周年とかの爆裂感謝方と一緒の感じでございます。では闇属性ですね。いきます。まあ、確定エースが来れば、限定だと思うんですけど。はい、多分通常運転かな。玉竜ですね。まあまあまあ、これは1日目なんで、まあこんなもんかなと思います。ではこっち行きます。見えるかな？はい、通常運転だと思います。はいケルベロスが出ました。まあこんなもんですね、1日目は。ではね、2日目いこうかなと思います。どうぞ。はい、続きましてチョイスガチャ2日目ですね。今日も変わらず闇属性引いていこうと思います。日付で言うと今日は轟翔太くんの誕生日なので、皆さん祝ってあげてください。では行きます。誕生日ですからね、お祝いしましょう。でもね、この動画出してる頃には過ぎてると思うんですけども、行きます。闇属性で行きます。ではまあこっちはね、相変わらずアンドロイドなんで、もう手引きなんですけども、行きます。なんもない。これ光が反射するんですよね。はい、もうヴァンパイアみたいなキャラしか見えない。じゃあいきます。こちらが本命です。取ってたっけ？取ってなかった。危ない危ない、ごめんなさいいきます。さあ、届けくの生誕祭に何か出るのかどうか。いやいやいや、じゃなくて俺昨日もゲットしたの。はい、生誕祭とは全く関係なく何も生まれませんでした。ご視聴ありがとうございました。3日目いきましょう。今日は1月12日の日曜日ですね。3日目引いていこうと思います。僕の地元の京都市では成人の日に成人式だったんですけど、まあ地域によってはね、今日成人式の方も多いと思います。成人された方おめでとうございます。それではやっていきましょう。まあ3日目なんでね、ちょっと友達に協力してもらいますので、よろしくお願いします。なので何が届くか分かりません。僕は変わらず闇属性でいきます。はい、ではやっていきましょう。まあね、今のところ何もね、当たりキャラ出てないんで、そろそろ3日目ぐらいでね、欲しいんですけど、いきましょう。月霊かメタトロンお願いします。はい、マジでマジか、そっち引いたか。いやー、ちょっとマジで惜しかったけど、超大当たりじゃない。うん、いや、ちょっと予想外すぎた。確定乗ってたのかな。いや、マジか、おペンペン出ましたね。ああ、はい、こんな感じで挑戦権つければ結構足の速いキャラになるんですけども、まあステータス高めの強キャラですね。全く関係ない話なんですけども、1年半ぐらい前にね、おぺんぺんとご飯行った時に、まあ、彼が、髪の毛こんな感じで上げてね、メガネしてきたんですよ。マジで、時期合いそっくりやった。あの時の姿はマジで忘れられないですね。
はい、そんな感じで3日目は超大当たりでした。そうだ、フレンドのやつもね、見とかないといけないですね。まあまあまあ、そうなりますよね。はい、それではご視聴ありがとうございました。4日目いきましょう。今日は1月の13日、成人の日ですね。昨日も言いましたけども、今日が本当の成人の日ですね。成人された方、おめでとうございます。結構ね、昨日街歩いてたんですけど、まあ成人の日ということで、振袖着てる方もたくさんいらっしゃいました。ね、やっぱり女性の振袖っていうのはいいですね。まあ男性は基本的にスーツなんですけども、たまに袴の方もいますね。まあ一緒の思い出なんで袴っていう人もいるんですけども、まあ、僕は普通にスーツで、行きました。もう6年前かな。本当にね、年取りましたね。ちょっと前に成人式した気がするんですけど、想像以上にね、なんかこの6年っていうのは早かったなと思います。6年前は本当にモンストに出会ってマナシの時ですね、僕は。なので本当にモンストと共に歩んできたなっていうふうに思います。ではね、早速聞いていこうと思います。はい、今日もフレンドの方に来てもらいました。では行きます。昨日の結果は磁気杯が出たんで、割とね、そのメタトモン、ゲスレと惜しいところを引きました。その波に乗っかってる闇属性もう一回引きたいと思います。では行きます。昨日確定エースあったのかな。ストライクショットになってたらすいません。行きます。はい、通常運転ですね。まあさすがに2日連続はないと思うんですけど、はい、まあそんなもんですよね。まあ明日がね、最終日なんで明日に期待しましょう。フレンドのやつ届いてるかな。来ましたね。これブラフマ？ブラフマっぽいですね。ここでチェックできないのか。あー、ブラフマでした。しれっと当たり引いてましたね。ということで現状は2体確保できました。簡単に言えば10連分が無料でね、引けるんで、今回は明日ね、残り2枠メタトロンと月齢であって無属性引いていこうと思います。それでは5日目いきましょう。玉竜ですね。いやいやいや、じゃなくて俺昨日もゲットしたぞ。どう？マジで？まあさすがに2日連続はないと思うんですけど、はい、今日は1月14日ということで最終日でございます。ではもう早速引くんですけども、今日はね、お友達というか重心で5人目のフラット君と一緒に引こうと思います。全く相談なしでね、今回引くんで、まあ彼は何の属性引くか分かんないんですけども、やっていこうと思います。ちなみに彼は昨日おとついかな、成人式だったのでね、もう本当に二十歳ピチピチの子なんですけど、僕ともう6歳差って、いやーもう年取ったなってつくづく思います。二十歳の時とあんまり顔は変わってないっていうか、髪型とかもそんな変わってないんですけど、変わった点はやっぱり太ったっていうところですね。約10キロぐらい太ってます、二十歳の時より。はい、では来ましたね。行きましょう。クレイジーな自宅警備員フラット名前があれですけど、行きましょう。はい、じゃあね、最終日も同じくメタトロンとゲスレ狙っていこうと思います。3日目のね、実験合いがね、非常に惜しかったんですけど、行きます。お願いします。まあその星5当てるかつ限定当てないといけないというミッションですからまあこうなりますよね。まあまあまあ1対2対出るっていうのは本当に当たりの方だと思うので、まあ運いい人はまあ仕事で出てる人もいるかもしれないんですけど、ね、こんな感じになりました。さあ届いてるかな。来ましたけど、これ昨日もこんなんじゃなかったかな。おとついか、おとつい多分一緒のキャラ出てますね、バカル。はい、そんな感じで5日間終わりましたけども、3日目に磁気杯、4日目にフレンドの方がブラフマン引いてくれて、合計2体ゲットできました。10連で星56、しかも1体限定出るっていうのは本当にありがたい方だったんで、まあ当たりの方だったんじゃないかなと思います。よかったら皆さんが引いたキャラもコメント欄にて教えてください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。